There is the Nissan back out on track. As we think, it's still the Nissan technically leading the race. The two pit stops are done, and it's the leading two-stopping car then. So Kevin Est at the wheel. Smith and Andy Merrick, and third will be Alex Buncombe, Wolfgang Reib, and Captain Masuccio to win Pro Cup in the Blancpain Endurance Series for Bob. まあ、今シーズンその僕自身にとってはヨーロッパ挑戦2年目でチームとしてそのプロクラスに参戦1年目ということで開幕戦モンザでは若干そのピットストップのロスタイムが大きくて表彰台を逃してしまうちょっと悔しいレースになってしまいで2戦目のシルバーストーンはポールポジションからスタートしたんですけども不運なアクシデントで他者と接触して13位ポイントを獲得できず結構苦しい2戦を過ごしたんですけども3戦目のポールリカール6時間のまあシーズで中間の長さ あのレースでまあポールリカールは去年自分も初表彰台上がっているまあ得意なサーキットだったのでそのポールリカールで初優勝することができてそこでポイントランキングをリードしてスパ24時間に臨みました。スパ24時間ではまた苦戦が強いられまして夜間の走行で車がクラッシュしてその修復でかなりピットで時間を費やしてしまってまた夜明けの後にエンジンの燃料ポンプのヒューズのトラブルでコース上に止まってしまい本当に完走はなんとかできたんですけども正直かなり苦しい中でただ不幸中の幸いで他 そのライバル勢特にチャンピオンシップを争ってたアウディやメルセデス・ベンツなどがチェッカーフラッグ1時間前ぐらいにアクシデントで止まってしまってでそれの関係で繰り上がって貴重な8位4点を獲得できたんですね。で実際これ終わってみたらそのスパ24時間で取ってた4点が最終戦2位とのポイント差が3点だったので、まあ、この本当にもぎ取った4点が大きかったなというふうに思います。で最終戦はスタートは結構ニュルブルクリンクの1コーナー、荒れることが多いの で自分はアウト側だったんですけどもイン側から別のチームの GTR が1位のランボルギーニを抜きに行ってで結構イン側が荒れる状態で僕は大外を回ったんですけど、まあ、後ろからベントレーが立ち上がりで自分 のお尻にヒットしてで少し僕も体勢を乱して危ないシーンはあったんですけどなんとか持ちこたえて、まあ、一瞬4位に下がったんですけどその後メルセデスをすぐに抜いて3位に上がって、まあ、その後はずっとランボルギーニと一緒にバトルずっと続けてて、まあ、最後数周ランボルギーニが早めにピットインして自分の前が空いたのでそこからプッシュしてトップに少しずつ差を詰めることができて、まあ、1回目のピットストップは本当にチームも作業も完璧で、まあ、自分も後半少しペースアップできた関係で通信止めウルフィがコースインした時にはトップに帰ることができたのでそこまでの時点ではかなり完璧なレースでした。で自分のスティントが終わって、まあ、あと2時間は本当に見守るだけだったんですけども、まあ、本当に最後までこの順位で守って帰ってきてほしいって願って見てたんですけども、まあ、最後のピットストップが少しイレギュラーになってしまってセーフティーカーが、残り1時間十数分のところに入って僕たちドライバーの最大走行時間が70分というふうに決まってたので残り1時間10分を切ったら全車ピットインできる、まあ、逆にこのタイミングでピットインしないと勝負権がなくなるのでほぼ全車このセーフティーカーでピットインしたんですね。ピットインした時に、風にもうちの車の目の前に車が止まってしまってピットを出す時に少しメカニカを押してバックしてから出さなきゃいけないという状態で、まあ、そこで約3秒4秒多分ロスしたんですけどその3秒4秒で後ろのベントレーチャンピオンシップを争っている7号車のベントレーに真後ろに突かれてしまって、まあ、その後ラスト1時間はアレックスがそのベントレーのドライバースティーブン・ケインと1時間にわたる本当に熾烈なバトルになって本当にピットから見てたんですけど本当に時間が経つのがなんでこんなに遅いんだろうというような形でもう早く終わってほしいというふうに思ってたんですけど、まあ、最終的にそのベントレーに、は抜かれてしまうんですけども僕たちが3位フィニッシュでベントレーが2位フィニッシュ、結果的にベントレーのポイント差がまだ逆転には足らなかったので、僕たちがチャンピオンという形で、まあ、本当にチームそのドライバーメカニックエンジニア、まあ、監督全ての人がやっぱりその勝つために一人一人が本当に自分たちの仕事を完璧にこなして、まあ、それが結集した結果がこのチャンピオンということで本当に嬉しいですね。遠く日本から、たくさんの応援、ご声援がツイッターやフェイスブック通してたくさんのメッセージいただいてありがとうございました。まず、ブランパンでは大きなミッションを達成することができました。
まだですね、スーパー GT は2戦が残っていて、15車2と25点リードしてますが、まだレースなので何が起こるか分かりません。僕たちベスト尽くして、GTR を、スーパー GT でもチャンピオンに、できるように、チーム一丸と頑張りたいと思います。また応援よろしくお願いします。